じゃんじゃかじゃーん、はーい、絶好調のアラッキーです。実は実は実は幻のフルーツと出会いました。そう、幻のフルーツが存在したんですよ。でね、その幻のフルーツ、今私の手元にございます。ただ皆様にね、この幻のフルーツを見ていただこうかなと思っておりますが、その前に今私この幻のフルーツについてちょっとググりましたので、まあ、簡単な解説、そしてねご説明させていただければなと思いますので、しばらくお付き合いいただければなと思っておりますのでね、ちょっと今からね皆様にこの幻のフルーツについて簡単に説明しますとね、この幻のフルーツ名、ね、名前がめっちゃめっちゃ可愛らしいんですよ。ポポーと言います。そう、ポポー、なんかめっちゃこのメリヘンチックな可愛らしいネーミングじゃございませんかね。え、そう、この幻のフルーツポポーなんですけどもね、このポポーが、まあ、どのようなフルーツっていうか、まあ味わいですね、どのような味わいかと言いますと、ねっとりとしたこう舌触りと歯触りがあり、この甘さを楽しめる、まあ、トロピカルな風味のフルーツでございます。でね、このポポー、森のカスタードクリームとも呼ばれているそうでございます。っていうのがね、ねっとりと柔らかいこの歯触り舌触りで食を楽しむことができるということからです。はい。でね、このポポーなんですけども、あまり見ることがないと。で、それはなぜかというと、このポポー自体がこの日持ちをしないということね。そう、熟してから傷むまでがすっごく早いということで、してまた完熟するとね、皮が黒ずむそうなんですよ。だからすごくこう見た目が悪いということでね、このポポーを販売する方がもうね、めちゃくちゃ少ないと。そりゃそうですよね。一旦打ってこのフルーツ売り場の棚に並んでる状態で、やっぱね、わずか数日で黒ずんでいるフルーツがパッとこう目につくと、やっぱ手に取って買おうかなとは誰も思わないのではないでしょうか。ということでね、なかなかこう売れ行きっていうか、この味はねすごく美味しそうなんですよ。ただね、この見た目が悪いっていうことから、まあ皆様好んでね買われる方がだんだん少なくなって、そのうちにこのねフルーツ売り場からその姿が消えていったということから、幻のフルーツと呼ばれるゆえんができたそうです。はい。ね、市場ではなかなかこうね見かけなくなったと。ただ私たまたま出会うことができましたので、今手元にあるということですね。はい。でね、このポポーなんですけども、これ原産国がね北アメリカの東部なんだそうです。そう、外国産ですね。はい。でね、こちら日本にはね昭和の初期頃に入ってきたそうですが、その入ってきた当初っていうのが、このねポポーはね観賞用として人気出たそうなんですね。ただそれからまあ月日が経ちましてね、昭和の初期頃にはね栽培の簡単さからね、このポポすっごく人気が出たそうなんですよ。なので昭和の初期頃の方はね、結構このポポ食べられた方はね多かったそうでございます。はーい。ねえ、でさらにですけどもね、このポポーっていうのは見た目ね、これねアケビのような、まあ見た目でね、まあ拳大の大きさでね、薄いグリーン色をしている、まあもちろん今私のこの目の前にあるんですけどもね、そのような感じですね。はい。ただこのね薄いグリーン色がもうその数日間でね、てん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 とこう黒ずんでいき、徐々に熟していくと。でもちろんこの熟さないとね食べれない前、食べれないのでね、熟していってくれないといけないんですけども、本当に見た目が悪いということからですね、ね、売る方が少ないということでね、
で、このポポー、トロピカルフルーツのような独自の甘い香りをね、放っておりました。まあ、もちろん品種によっては様々なんですけども、先ほど言ったように、この森のカスタードクリームと言われるように、このねっとりと甘い舌触りが楽しめるフルーツで、そうです。でね、味なんですけども、これアボカドやバナナ、マンゴーや柿をミックスブレンドしたような味わいがするそうですね。今言ったね、4品目のフルーツ、どれも美味しいですからね、普通に食べても。これがミックスブレンドされたような味わいで、どんな味わいなんでしょうね。私も食べる日が楽しみです。っていうのが、実はなんですけども。では、皆様、お待たせいたしました。ポポ、見てください。バカン、これです。こちらでございます。ポポでございますよ。先ほど説明させていただきましたようにね、ほら、グリーン色しております。でね、これ3日前に購入したんですけど、ほら、ちょっと裏面がちょっとほら黒ずんできたでしょ。なんかこうグロテスクな、なんか色合い。これがもっともっとこうね、黒い斑点から黒ずんでき、全体的にこう黒くなっていくそうなんですよ。これはまあ熟しているという証拠なんですけどもね、見た目がめっちゃ悪いですよね。この状態だと綺麗ですよね。ただこう、まあ、これ今徐々に黒ずんでおりますけども、やっぱこれだとね、だんだん見た目がしてね、ほら見て、ほら、こっちとか特にほら、こんな感じのね、今もうこれね、購入して3日目ぐらいですかね。黒ずみ出してきました。ということは、まあ熟し出したと。見た目が悪くなってきたと。で、ことはお店に並びづらいと。で、並んでもまあ手に取らないと。で、どっちかでこっちって言えば、どっちかでやっぱこっちの手に取りますよね。こっちの見た目綺麗な方ですね。ただこれね、このポポなんですけども、実は今からね、私これ食レポしようかなと思っていたんですが、いや、触った感じちょっとまだ硬いと。ね、でもちろんこの森のカスタードクリームって言われるほどこれ柔らかくなるのでね、もうこの今硬い状態だとね、食レポすることできません。めっちゃ残念です。じゃあ食レポする時に撮影すればいいじゃないので。ねえ、そういうことですよね。ただもう私としてね、いや、もうね、もうこの世に誕生いたしまして、私自身がもう50年近くなりますけどもね、一度もね、このポポーの話を聞いたこともなければね、今まで出会ってませんでしたのでね、なんかもうね、今回このね、ポポーのことを知ってしてまた出会ったこともあり、一日でも早く皆様にご紹介させていただきたいと思いましてね、もう実はこの3日前には購入していまして、今日3日目なんですけどもね、なかなか熟さない。熟すのが早い的で調べてたのにね、まだ熟さない。でもただ、明日急に熟し出すかもしれないし、3日後急に熟す、出した、出すかもしれないし、ただね、いつ熟し出すかわからない。まあ少し徐々にはね、まあこうやって、まあ今黒ずんできましたのでね、まあ熟しておりますが、ただタイミングよくこれをね、食べることができるかといえば、私自宅にいない時もあるんですよ。で、たまたまこの自宅にいない時に熟してね、腐ってしまったんじゃもう食べれないので、その前にはこんだけね、まあ珍しい幻って言われてるね、このね、フルーツはございますよっていうのを、まあ皆様にね、紹介させていただきたかったので、そしてね、ちょっとこう自慢してみたかった。ねえ。だってこんな、ね、聞いたこともないフルーツに出会ったんだから、なんかね、めっちゃ気分がいいっていうか、なんか運がいいのかなみたいな。まあ運がいいかどうかちょっとわかりませんけども。ということでね、今回このね、ポポーっていう、まあ幻のフルーツがありましたということを、まあね、まあもちろんね、この日本にはね、もうその昔、もう明治時代から入ってきているフルーツなので、知ってる人はもちろん知ってると思いますが、でもまあ知らない方が大半なのではなかろうかなと。で、特に、まあ、平成生まれの方、まあ、令和生まれの方は特にね、知らないのではなかろうかなと思いまして、今回、ご紹介することにいたしましたので、ご紹介させていただきました。ということで、まあ、動画ね、最後までご視聴していただき、
ありがとうございます。今回このねポポーのご紹介をさせていただきましたが、もしね皆さんもこのフルーツ売り場でこれ見かけた時ね、このポポーという名品屋で、まあ、このグリーン色の塊っていうかこの、ね、この拳の大きさのこれがね見つかりました時は購入していただければなとして、まあ、食べていただければなとして、これね価格なんですけどめっちゃお手頃なんですよ。いくらかってめっちゃ安いでしょ。そう、2万円じゃございません。2000円、高いじゃございません。そう、実はこれ5個入って今回私はこれ200円で購入いたしました。もうめっちゃこのお手頃な価格でね購入することができました。でもちろんね食べて美味しいとは明記してございますが、実際私食べてませんので、まあ本当にそこまで美味しいのかっていうのは、まあもちろんねこの味わい個人差があると思いますけどもね、まあ、美味しいと明記しているからには多分美味しいと思いますね。で、まだ今香りもなんですけども、無臭ですね。これ熟してくるとすっごく甘い香りが、トロピカルな香りがするそうなので、まあね、私これちょっと熟すまで待っときたいと思いますけどもね、ぜひぜひこのね、ポポンの、まあ、存在っていうんですかね、知っていただければなと思います。ということで、まあ皆様、動画最後までご視聴していただき、ありがとうございます。はーい。でね、もしよろしければ、はい、グッドボタン、いいねボタン、押していただければなと。でね、私のチャンネル登録、まだまだ済んでいないし、まあ、済んでいない方、ぜひ、私のチャンネル登録していただければなと思います。ということでね、皆様、今回はこの幻のフルーツと言われる、ポーポーをご紹介させていただきました。ということでね、いやー、これほんとね、どんな味わいがするんでしょうね。トロピカルな味わい、森のカスタードクリームという滑らかなね、このね、歯触り、舌触り、ねで、めっちゃこう、柿とかね、アボカドとかなんかも、マンゴーとかね、柿とかね、これがブレンドしたね、どんな味なんだろう。いやいや、楽しみにしております。ということで、皆様、ポポーのご紹介でした。ということで、ポッポッポー、では皆さん、またねー。ポッポッポーっと。